あ、やばい、見つかっちゃうかな私。この頼りない柱に隠れよ。さあどうだ、ナースはスッとこれね。あー、なるほど、よかった、気づかれなかった。この衣装バレやすいんだよね。あ、見捨てしもた。いけるかな、ちょっと壊したい。あら、これ発電機直す感じになってんだ。バグってんだこれ、大丈夫かな。よし、オッケー。皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ、私今回もクローデット、そしてメンバーの方に救急キットを持ったクローデット、白シャツ緑エプロンのクローデット、そしてねローリーちゃんというメンバーでございます。さあ、今回は経験値アップ、生存者側の一番ねちょっとしょぼい経験値アップがひっくり返ったと。ありがとうございます。いや、今回ねローリーちゃんがメンバーにいるから、もしかしたらねローリーちゃん固有パーク持ちかもしれない。まああれかな、ストライク持ちのねローリーちゃんとかだと結構強いんだけど、まあもう皆さんもね、このデッドバイデイライト試合に行くとね何回かこう見たことあると思うんだけど、殺人鬼にこうやられてダウンしちゃって担がれている時にローリーちゃんだとね、固有パークの方ストライクっていうのが発動して、担がれ状態でスキルチェックが発生して、それに成功するとね担がれ状態から脱出することができると、うん、で殺人鬼の方がねどうやらスタン状態になるみたいで、何秒間かね動けないみたいなんだよね。下向いちゃってなのかな。なのでね、ローリーちゃんの固有パーク、ストライク、非常に強いパークとなっております。さ、ちょっと待って、この発電機。発電機をちょっといじろう。なんだろう、今回の殺人鬼。あ、ナースさんだね。うん。今回ナースさんだと。あ、あの小屋の中にあれがあるね。トーテムがあるね。でも今回ナースだから、まあトーテムはそんなに、うん、急いで壊さなくてもいいかな。ひとまずね、私、宝箱行ってみましょう。今回ね、どっちに地下があるんだろう。上を開けたらちょっとね、地下があるかどうか確認しましょうか。さ、宝箱にね、目がないのでね、早速開けていきましょう。何が出るかな？ダラン！鍵か。これ中折れ鍵みたいなやつだ。うん。この中折れ鍵みたいなやつってどうやらねアドオンとかつけないと使えないらしいんだよね。まあ持ってるだけじゃ意味がなくて、アドオンとかをこうつけることによって生存者の位置がこう分かる、生存者殺人鬼かな、うん、殺人鬼の位置がね何秒間かこう分かるようになるみたいなんだよね。その鍵のようでございます。地下室の格好に行こうかなと思ったけど出てきちゃったの。まあ今のうちにちょっとでも発電機かな。うん。さ、この中折れ鍵を持ちましてね、早速ね発電機、まあアドオンとかつけてないとねこれ持てても意味がない感じになっちゃうんだよね。あ、あ逃げてきてんだ。ちょっとここら辺にちんまりしとこう。ああ、何にもないとこ逃げてきちゃったな生存者。でもナースだからな、足が遅いんだよねナースって。あ、遅いね。瞬間移動しなければナースってなかなかね生存者を仕留めることができづらいところではあるんだけど、さ、安全ルートこちらに逃げましょう。まあ多分生存者もね何もないところに逃げてきたっていうのはナース対策かな。案外ねこういう建物のところに行っちゃうと意外とこのナースのねキャーっていうのを避けづらかったりするんだよね。まあもしかしたらそれ対策で広いところにね行っているのかも。ん？近くで何か壊してる音が聞こえるな。あ、二かけ100壊してんの？宝箱でじゃあ、あ、違う。トーテムだ。うん。トーテム壊してる。クロデットがいたと。オッケー。これあげようか。うん。これあげるよ。使えな、使えな、それ。うん、それ。ちょんちょんって、うん、そうね。いいよ。まあ、私結構この中折れ影みたいなのちょろちょろ出たりするから、そんなにね、私いらないかなっていう感じ。さあ、ちょっと待って。小屋の中って宝箱あるのかな？地下室ってどっちだったんだろう？ちょっとね、なるべくこのクローデットと協力して、まあ、発電機ちょっと1個はね、集中しましょうか。うん。まあ、向こうでだいぶね、生存者が頑張ってくれてるから、多分広い場所を使っての作業になってるのかな。
まあちょっとくらいね失敗したところで殺人鬼、いや来たんだ来たんだ、こっち来ちゃった、どうしようかなどうしようかなどうしようかな、走ってきちゃったこっちまで。あそこにローリーちゃんいる、ローリーちゃんあれバレるんやないか、背中丸見えやったけどローリーちゃん、いやあれ大丈夫かな、ちょっとねそこ寸止めぐらいまで一応行ってるから、あ寸止め発電機つけちゃったようだね、じゃあ多分殺人鬼が迎えに来るかな、じゃあこちらルート行ってみましょうか、発電機多分こっちの方にねちょっと殺人鬼が来てたからそこまで、うん、あでも結構いじってたんだねあの小屋のところ、さあ地下室は、あ生存者、あ宝箱開けられちゃうかな、一応ついていってみよう、救急キット持ちだからもしかしたらねあのアドオンとかつけてるからもったいなくてね、中身いらない生存者かもしれない、さあ、ひとまずねこのクローゼットに250ポイントこう譲りまして、さあ、宝箱、おツールボックスじゃんいいのかな、いただきます、ありがとう、いやーラッキーラッキー、ツールボックスが出たからにはまあ罠、ね2かけフックまあ1個ぐらいかなクローゼット、いやそれたまにやっちゃうんだよね、出口じゃない方にこう行ってしまうっていうね、あれ2かけフックちょっと壊そうかな、1個ぐらいはねできれば壊していきたいところだね、さあ、発電機ちょっとね発電機も、頑張ってね集中いたしましょう、まあ、小屋の近く1個がねかなりうなってたから多分寸止めまで持っていけてると、うん、今発電機2つ目がついた、ナイスってなるとここ寸止めにすれば寸止め発電機4つぐらいかな、うん、になってくるとこだいぶ楽になってくるんだけど、今のところね殺人鬼にこうやられる生存者は出ていないと、いやナース使いもねほんと難しいんだよね、ナースって他の殺人鬼に比べて移動速度がね遅いから、ナースのワープみたいなのをね一気にこうガッと使わないと仕留めづらいところではあるんだよね、さあ、発電機さっきいたところかな、あこっち来るんだ、ちょっとこのライン、あここサボタージュ結構入ってんだ、ちょっと待って私壊したいなここ、ちょっとね壊させていただきましょう、こっちに殺人鬼が来るからちょっと寸止めぐらいまでにしといて、切られた、やられちゃったようだね、こっちに生存者2人ぐらいいたからな、あやばい見つかっちゃうかな私、この頼りない柱に隠れよ、さあどうだ、ナースはスッとこれね、ああなるほどよかった気づかれなかった、この衣装バレやすいんだよね、あ見捨てしもうた、いけるかな、ちょっと壊したい、あらこれ発電機直す感じになってんだバグってんだこれ、大丈夫かな、よし OK500 ポイントいただき、あそこ行こうかな、この発電機ちょっと、あ来てんな、ああのラインでやり合ってんだね殺人鬼と、まあ多分気づかれないかな、うん発電機もなんか1個つけたもんね生存者、ちょっとね向こうどうしよう、こっちかな、このルートここで、あ建物の奥の方にナースがね消えていったと、スーッと消えていったと、 OK じゃあここでねちょっとでも発電機直してと、うん、いや他の生存者ツールボックス持ってる生存者がいたのか、ただのあれかな、サボタージュ持ちの生存者がいて罠壊してたのかな、あ来てんな、もう一回この頼りない柱の、来ないか、来てないか、 OKOK 大丈夫と、うん、いやなんか微妙な距離感にいるんだな、地上のとこ走り回ってんのかな、こっちピカピカってなってる、気づかれるかな、どうかな、この柱、この柱よ私、いや近く歩いてたっぽいけど、あスッとね移動してたかな、こっちではないっぽいな、オッケー、うんスッとね移動してたから、ああの建物の奥でちょろちょろやり合ってんだね、じゃあなるだけここの発電機ちょっと行きましょうか、一人がね相当ターゲットを取ってくれてると、うん、ただね傷ついた状態だから走りながら自己治療をして殺人鬼にやられないように結構難しいんだよね、さあひとまずここギリギリまでねちょっとポイント稼ぎましょうか、うん、まあ寸止めぐらいとかでもいいのかな、でも一人追われてるからなるだけ早めに活動した方がいいのかしら、他の発電機に関しても多分生存者がね今頑張ってつけてると思うんだよね、さあちょっとおナイス、あダウンしちゃった、どこでダウンしちゃったろう、
マークが出なかったな。あ、向こうか、ゲートのところまで走ってた。宝箱やないか、これ。ラッキー、たまにあるんだよね、この道のところに宝箱。ひとまずね、一人ダウンしちゃってるから、今のうちにちょっと開けきっちゃって。さあ中身の方はパパンと、これ、あ、しょぼしょぼツールボックスか。うん、いや引っ掛けられちゃったか。こっちのラインがね、あ、ゲート、うん、開いてる、開けてるか。いやちょっとここ罠一個壊して助け迎えるかな。微妙かな、なんかゲージとして微妙そうな気がするな。2、3回失敗したような気がするんだよ、スキルチェック。多分このツールボックスも2回ぐらいはね、壊、いやちょっと微妙だな、ゲージが。うん、ちょっとだけポイントいただいて。あ、クロデット、あら、行かない、あの人見に行かない、助け行かない、あの方ずっと頑張ってくれてたんだよ。誰だったんだろう、クロデットが一人いるってことはローリーちゃんか、クロデットなんだよね。さあ、クロデットが開けてるってことはローリーちゃんがやられちゃったんだ。ちょっと待って、どんな状況、なんかあそこ粘着してそうな感じ。わ、目の前立ってるじゃん、あれつらいな。いやあれ絶対殺す前になっちゃってるな、殺人鬼。まあこんだけ追いかけっこして、まあこのローリーちゃんしか仕留められなかったからね。おい、こっち来い、こっち来い、殺人鬼来ないか。いや来たよね、スッと前取ってく、スッと。これ通れないんだ、でもここ多分。あ、ローリーちゃん、なんだ今の、あれ違う、クロデットだ。やばいんじゃないかそれ、やばいんじゃないか。あ、ローリーちゃん、ローリーちゃんが行っちゃった。いや惜しかったな、ローリーちゃん。いやあんだけ粘着されちゃったら結構難しいよね。さあこの殺人鬼を翻弄してみよう。さあミスれミスれミスれ、さあクロデット頑張って、脱出、お、できた、オッケーオッケー、じゃあ2回目になるよ、大丈夫、行ってくれ、オッケーオッケーオッケー、頑張れ頑張れクロデット、私が最悪2回目になれるから、オッケー、オッケー、2壁成功。さあクローデットと私が脱出と。はい、ということでね、いやよかった、危なかったねクローデット。勇敢にもこれね、助けに行こうとして担がれちゃったっていうね、クローデットでございました。ジジイとね、うん、まあローリーちゃんはね非常に惜しかったけど、いや運が悪かった、だかなローリーちゃん、かわいそうにね。あ、サンクスって言ってる、うん、多分私があの2壁になったりしたあれかな、クローデットがサンクスって言ってるのかな、うん、いいよお互い様や、うん、はい、という感じでね、まああのポイントとしてはね、ランク帯がこう下がらないようなポイントかな、7000ポイント以上と。でまあ生き残った生存者はね1万ポイント以上でございました。いやー殺人鬼、うーん、あ、殺人鬼も GG って言ってるね、うん、はい。いやー今回ねちょっと運が良かったね、私全然見つからなかったから良かったけど、まあローリーちゃんとねもう一人のクローデットがどうやらねおとりになってたっぽかったね。はい、ということでね、メグちゃん、こちらねレガシースキンでございます。でね、メグちゃんの方もねこうコツコツとねレベル上げさせていただいております。さあこれでレベル23レベル、ありがとうございます。パークの方は、あれだね、あのドワイトの固有パーク、うん、前にあの石を使ってねこのドワイトの固有パークの方、うん、取りましたので、そちらがね初めて出ました。さあ、経験値アップまで取ってと、ちょっと封印が来そうだね、うん、はい、ということでね、ちょっとポイントの方なくなってしまいましたので、またねポイント試し次第メグちゃん育てていきたいと思います。いやーこのレガシースキンっていうのがねプレステージした人のこう特別な、ね、衣装になっております。まあ血まみれ衣装っていうのはプレステージしたらね必ずもらえる衣装にはなっているんだけど、まあこちらね、うん、とある期間中にプレステージしてた人にはこう送られていると。まあどうやらね、あの2週目とかまでプレステージ1キャラに2週プレステージしてると、どうやらねあの下半身のねこのレガシースキンっていうのもこう手に入るようでございました、うん、3週目したら頭とかあったかな、どうだったかな、こうちょっと定かではないんですけど、まあそのうちいつの日かレガシースキンで1回ぐらいね試合に行けたらなっていう感じで、まだまだねあのそんなね私もうまくないので、コツコツとねポイント貯めて、なるだけねサバイバルランクもね上げていきたいと思います。まあ新シーズンが来てね、またランク帯が下がったので、コツコツとねやっぱこれから
少しずつね積み重ねていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。